癒しの花、あれは氷雪の中でのみ咲く純真無垢な花。その名の通り、人々が欲しがる命を癒す力が宿っている。幻のような美しい花が本当にこの世にあるのかと半信半疑だった。彼女に出会うまでは、彼女は荒れ狂う吹雪の中にただ佇んでいる。凄まじい冷風と万物を凍らせる雪、冬の領域に立ち入ろうとすれば誰もが彼女に氷漬けにされるに違いない。あの瞬間、私は癒しの花にまつわるもう一つの伝説を不意に思い出した。花びらを盗みに雪山に入った者は誰一人生きて帰ってこなかったと。あなたもこの花が目当てなのね。いえ、私はただこの風景を見に来ただけだよ。